皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの村上太一です。太一ズレディオ、本日もスタートしていきたいなと思います。最近ですね、僕東京というか神奈川なんですが、東京に近い神奈川に、いるんですけれども、少し暖かい日がね、増えてきてます。もちろんまだまだ寒いんですけども、少し暖かくなってきていて、暖かくなってくるとね、感じるのが花粉、少しね、なんとなく、花粉を感じるようになってきました。僕花粉症結構ひどいんでね、これからちょっと鼻グズグズしたりとかっていう回も動画で増えてくるかなと思うんですけれども、なるべく早めに耳鼻科とかに行ってね、対策はしようと思ってます。皆さんもね、花粉症の方ぜひ気をつけて、過ごしてみてください。それでは本日の話題、また入っていきましょう。はい、本日のトークはね、一つだけになるんで、少しいつもより短いラジオになるかなと思うんですけれども、重要なことをお伝えしますので、ぜひ耳を傾けていただければと思います。皆さん腹筋運動、必ずしもっていうのも変化、多くの方がね、やったことあるんじゃないかなと思います。このね、腹筋運動に関する落とし穴を、今日はお話ししていこうかなと思います。皆さんね、お腹周りの脂肪を落としたいとか、腹筋をつけたいとかっていうことで、腹筋運動、例えば足をね曲げて、体育座りみたいなところから寝そべってまた起きるみたいな腹筋運動をね、やったことある方も、非常に多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、実はですね、この腹筋運動をやりすぎてしまうと、姿勢を悪くすることになります。はい、これね、考えると意外と簡単なんですけれども、腹筋というのは強くなると、縮みます。それはね、どこでもそうだと思います。例えば力こぶが非常に分かりやすいので、力こぶをイメージしていただきたいんですけれども、力こぶがギューッと縮むと肘が曲がってくるわけですよね。力こぶの力によって、上腕二頭筋ですね、上腕二頭筋の力によって肘を曲げてきます。はい、じゃあ腹筋はどんな機能をしてるかっていうと、腹筋を、収縮縮めることで、背骨をこう丸めるような効果が出てくるんですね。はい、もちろんこの背骨を曲げる動作っていうのを強くするっていうのはもちろん、大事な部分ではあるんですけれども、こればかりやりすぎてしまうとどんどん丸まっていくのはなんとなく気づけるかなと思います。はい、そうすると腹筋をやりまくっちゃったおかげで姿勢がどんどん悪くなってしまうみたいなところも、実はあるんですね。なので腹筋のやりすぎっていうのは注意で、あとはですね、どうしてもなんかこう姿勢を整えようとした時に、言葉として出てくるのが体幹トレーニングっていうのが出てくるんですよ。で、体幹トレーニングっていうのは、僕の中では、体の本当に芯の方の意識して動かせない部分を使えるっていうのが体幹トレーニングなんですよね。眠ってるところを呼び覚ましてあげるっていうのが僕の中では体幹トレーニングなんですけれども、世間一般で言われてるのは体幹トレーニングっていうと、固めたりとか、腹筋運動をやって腹筋つけたり腹筋を硬くしたりみたいなところが、非常に、先行しちゃってるかなと思うんですよね。はい、で、例えば腰痛予防とかで腹筋をやるといいですよなんていうふうに言われて、腹筋をやってしまったがためにお腹周りの筋肉が非常に硬くなってしまって、骨盤背骨が柔軟に動かせなくなってしまった、その結果腰痛がさらに悪化したなんていうことも、実はあるんですね。はい、ただもちろん、腹筋と、お尻、背中、前もも、そのあたりの筋力のバランスが悪くなってしまっていて、骨盤の歪みが発生してしまっている方はある程度、腹筋をもちろん鍛える必要はあるんですけれども、腹筋ばかり、やりまくってればいいかっていうと実はそうではないっていうところに、気づいてほしいなと思いまして、今日のラジオを投稿させていただいております。はい、じゃあどうしたらいいのかっていうところなんですけどよく僕食事のところでもお話しするんですが、ばっかりはやっぱりダメなんですね。いろんなところをまんべんなく鍛えましょうというところで、腹筋が弱い方、腹筋運動が必要な方も中にはいらっしゃると思います。そういった方は必要なところまで、腹筋運動をすればいい
ですよね。もう本当に腹筋は、すごくいいものだと思って毎日100回とか、頑張って続けちゃう方もね多くいらっしゃるんですけども、何事もバランスが大事だなっていうところで、今日のお話をさせていただきました。一番の機能としてはやっぱり腹筋、特に腹直筋、縦のね、皆さんが6個に割れてると、ところをイメージすると一番わかりやすいところなんですが、腹直筋は、背骨をこう丸めて骨盤を後ろに倒して体を丸めるような機能がありますので、体を丸めることに、強くなっていってしまうんですね。そうすると姿勢が悪くなる傾向にありますね。はい、なのでその辺をちょっと注意していただいて、僕の中では腹筋よりもやっぱり足のトレーニングをしていただいた方が結果的にお腹周りも引き締まってくるかなと思います。重いものを扱うと方とかは特にですね、腹筋がないと支えられなかったりとかするので、そういったところで自然についてくるっていうケースもありますし、あとはですね、腹筋をこうもう大きくしたい方以外はそんなに腹筋っていうのに重要視しなくてもいいかなと思います。本当に脂肪を燃焼させるために、普段動かしてない分少し動かしてあげるぐらいのつもりで腹筋をねじったりとかしてあげるだけでもいいのかなと思いますね。なのでもう本当に強度の腹筋をやりまくるっていうのはちょっとね、違うかなと思います。もちろんボディメイクとかね、体作りをメインでやってる方とかで腹筋をもう大きくしたいんだよっていう方は、ぜひぜひね、高強度の腹筋とかもやっていただいた方が腹筋がね一つ一つ大きくなるので、そういったところはメリットとしてあるんですけれども、姿勢とか、トータルの体の、ボディバランスとかを考えた時に腹筋のやりすぎっていうのはね、ちょっと注意していただきたいと思いまして、本日はお話をさせていただきました。はい、ということで、本日はですね、この話題だけになるんですが、また次回のラジオの時にですね、質問をいくつかご紹介したいなと思っております。その中にね、腹筋の質問等々があれば、結構ね腹筋運動って皆さん気になっているところかなと思いますので、また質問にねお答えしていきたいなと思っております。腹筋に関わらず、このラジオにいただいた質問に関しては次回のラジオで、読むケースが、多くなるかなと思いますので、ぜひお気軽にね、タイトルと関係ない質問でも、コメント欄にお寄せいただければ、次回のラジオで、トークとしてお話しする検討にさせていただきますので、ぜひぜひお気軽にご記入ください。ということで、本日のラジオのトークは以上でございます。はい、ということで本日のラジオ企画いかがでしたでしょうか。ラジオもね結構気に入ってくださってる方が、多いみたいで、僕としては嬉しく思っているんですけれども、ラジオもねなんかこういつも曲が一緒なんでね、曲を変えてみたりとか、そういったところもいろいろ変化つけていきたいなと思っております。またぜひね楽しみにしていただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。